度はどのような任務に向かえばいいでしょう。嬉しいよ先生、今日も本の中の物語のように私たちの物語が始まります。小さいからって舐めないで、将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空い、自警団任務の延長ですね。トリニティ、怒ってないから誤解しないでね先生。顔がこ、黒見セリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。説明や解説が必要なら私に任せてください。夢かと思った、今この瞬間。こんにちは先生、これからよろしくね。